東京に住んでると近くで見逃してる面白いとかいっぱいあるわ。これなんでジジイって何枚も撮るの本当。信じなさいよ別に。何なのよもう本当にもうジジイ本当やだもう。ちなみにブックダウンウィンドウ忘れてます。これこの上乗んなきゃいけないの。いやまあまあ乗った方がまあもうまぶしい。これね怖くはないわよ。これどう？うわこの光の加減どう？あなんかちょっとうわ本当にハロウィンだね。ほらほらほら見せてくんな、見せてくんな、それ裏返しにして見せて見せて見せて。なんだ嬉しいのはなんでだろう。嬉しいねこれ。楽しかった。よかったですね。よかったな。8年ぶりの東京タワー。ちなみにあれがちょうどルックダウンウィンドウから見えるらしいんですね。このあらあんな私がバカみたいなことやってる間に見逃してたのね。見逃してたんです実は。隠れちゃった、うん、何も起きないわねこれ。こっちから映ってんのか。そうなんです。いや上から見るとちょうどこの文字が見える。違う違う、この東京タワーって文字はどっから映ってる。これじゃないですか。え、あれただ白いのが映ってるように見えるけど。そうですね。どうなってんの。これあの中にプレートが入ってて、うん、あの中にです、ね、あそこに削ってある。もうあれが光でプレートが見えなくなっちゃってるだけで本当あそこに。あそうです。あそうなんです。これ上から見えたんだってね。まあでもあの今反射してるんで、さっきの本当は窓からこの場所って見えるんですけど、さっき眩しかったようにあんま見えないんだ。あんま見えないんだって。あそうですか。あの反射まで考慮しないでやっちゃったのね、これね。でもおかげでほらいいハロウィンの絵が撮れたんで。全然あれはあれで、こちらもありがたいですよ本当に。あれ きっとねあの5人ぐらいはあれで遊んだやついると思いますよ私。あら優雅に何をやってんのよあんた二人で。できてんの二人。上見上げていただければ。わあすごい。ほら